い、皆さんこんにちは、マンダリカルフジです。では今回は新ギレンの野望キシリア編最良エンドを目指す続きをやっていきたいと思います。前回ルナ2を取ったので、今回からですね、地球降下作戦を行っていこうというふうに思います。でそのためにまずは地球の、軌道上に上がってくる連邦軍、これを叩きつつ、オデッサ、ここにまず、降下をしていきたいというふうに思います。で、その過程では、宇宙専用機と、宇宙と地球両方で運用できる、モビルスーツあるいは、戦艦の選別もしっかりやっていきたいと思います。まずは、キシリアをね、撃破されちゃうとそこまでなんで、キシリアだけは撃破されないように、最新の注意を払っていきましょう。キシリアここにいます。キシリアは一旦ここサイド5のコロニーで回復させた方がいいね。で、その他も多少なりとも回復させるなりなんなりした方が良さそうなんで、そのあたりのケアをしていきましょう。ハマーンとかがちょっとパワーダウンというかエネルギーがなくなっちゃってるんで、一旦戻す必要があるかな。戻しましょう。おそらくマリーダさんもそうだよね。マリーダさんも戻しておきましょう。このあたりはまずケアをしっかりしておかないと、結果モビルスーツを無意に失うことになるので、そこだけ注意をしていきます。まあ、ザクは置いといてもいいかな。まずは展開している敵の部隊を壊滅させていきましょう。リックドムは、ゼーゴックってどうなってんだっけ？ちょっと確認します。ゼーゴックも、まあ一応ただ、空は飛べるんだったら連れてってもいいかな。リックドムはね、宇宙でしか使えないので、リックドムはもう、委任しちゃいましょう。リックドムは、発進して委任。で、ゲルググなんかはこの後の降下作戦に向けて、行動開始していきましょう。ちょっとこのザンジバル心配だな。パワー不足というかちょっと減ってるんで注意は払っていきましょう。
こんなもんかな。あとはビグザムを進めておくぐらいですかね。ビグザムはもう、オデッサを取った後、オデッサにそのまま降下させたいよね。で、オデッサの防衛に専念してもらうっていうのも、まあ、手ではあるかなとは思います。黒い三連星のゲルグ。これをどうするか、だな。で、一番近いのがルナ2になったので、今後の生産拠点はルナ2にしてもいいかもしれないですね。ルナ2で生産して、地球にドカスカと落としていくっていうのが現実的かなと思います。まあ、とはいえ今、グラナダあるいはソロモンで作った部隊は、出していきましょう。パーフェクトジオング。パーフェクトジオング誰かの俺据えられる？ニュータイプじゃないと、あまりちょっと乗せる意味がないんでね。まあ、ハモンさんでしょ？ザンジュバル会には。あとは、コンスコン。で、その他は、配属していっちゃいましょう。ビッグドンは置いておいて、で、出撃しまーす。ニュータイプもう一人ぐらい欲しいよね。で、そしたら戦略メニューに戻って一度特別で資源の購入をやりましょう。で、再びルナ2に戻ってルナ2で生産です。ザンジバル海。一隻のあとモビルスーツ。ゲルググ系を用意しておきましょう。ゲルググの量産型でしょう。あと、ゲルググの高機動型。ゲルググキャノン。まあ、キャノンが先かな。ちょっとキャノンだいぶ使うけどね、資源を。で、あと残ったので、ゲルググの高機動型を生産します。これでいいかな。じゃあ時間を進めましょう。これ誰乗ってる？アムロレイが乗っている。アムロレイが乗っているのであれば。アムロレイに届かない。このアムロレイは、シャアで撃破したかった。アムロの前にあっけなく散ったな。まあ高級機、まあ、高いお金のかかる機体を失いたくないので、やっぱゲルは失いたくないんですよね。ちょっと待ってくれ、キシリアがほんと危ない。アクトザクが沈められたね。いや、キシリアほんと危なかったな今。さあ、ここはルナ2にいる敵の部隊の掃討を行います。で、ここでもまずは特別で資源を購入しておきましょう。早くオデッサが欲しいですね。そういう意味からも。で、もう危ないよ。本当に危ない。キシリアマジで危ない。いつ死んでもおかしくないっていう状態だ。アムロは残ってる？アムロはきっとこの中に入っちゃったな。ブライトが乗ってるんじゃないか。マリーダさんは一度戻します。ハマンも同じく戻す。この辺り戻していかないとエネルギー切れが激しいので。バーミンガムも戻すでしょ。そうすると
地球に降下させていく部隊をちょっと選別していきましょうか、そろそろ。ビグザムなんかはもう攻撃に移入しちゃいましょう。ビグザム任せ。でジオングもはっきり言って地球では活躍できないので、ここで活躍してもらうしかないんですよね。チベが危ない。沈められるな、これチベ。次のターンで。エルメスがね、補給が気軽にできないっていうのが意外と痛い。では部隊出撃させていきましょう。お、フロンタルのエルメスが出れる。フロンタルのエルメス出す。でリッグドムはもうリッグドムとしてそのままここも委任しちゃいましょう。で、ビグロもどうせ宇宙でしか活躍できないのでこれも出撃させて、適当に戦ってもらう。ビグザムはルナ2から、オデッサに降下させたいので、このまま維持ですね。あとは、シーマを適当に乗せちゃいましょう。こんなところかな。一応出せるだけは出そう。こんなところで全部指示出したかな。軍艦は一隻たりとも失いたくないんですが、が危ないよね。ゲルググキャノン2機、これを輸送しよう。アプラサスはドワッジも輸送だな。これを一旦ルナ2へ。でソロモンがどうなってるかというと、ザンジバル海が OK だね。ザンジバル海だけ出撃させよう。ザンジバル海をソロモンが生産することはもうおそらくないと思うので、ではここでモビルスーツと、あとはザンジバル海、ザンジバル海1個にモビルスーツをゲルググ系を作りましょう。
パーフェクトジョングも捨てがたいけど、乗るキャラがいないんで、初期量産型、初期量産型って言われると急に微妙な気がする。パーフェクトジョング作るか。何もいないところにエルメスのビット攻撃が、あそこもう必要ないって止めてほしいよな。もう敵が誰もいなかったら、どうする。ザンジバルが危ないな。これは落ちるな。防御してもしょうがないね。お、残った、残ったね。今爆破してなかったんで残ったね。ザンジバル、ルナツまだ敵入ってくるか。戦闘中断で逃げ切り体制に入ってるな連邦は。ご指示を。で、そろそろ本当に降下していきましょうか。フロンタルとかは残してもいいかなって感じもするけどね。地球に降下させる部隊の指揮を取らせるという意味では。ラコク、よく持った。そうなるとちょっとエルメス含めてちょっとこの後は乗せ替えを視野に入れますか。ザンジバルが危ないな。一旦交代だ。で、しっかり間に入ってもらわないと沈むことになるんでね。で、ビグロももう移任しちゃいましょう。もう宇宙での戦いはね終わりかけているんで、シャアもいい。むしろシャア下ろしたいぐらいだけどな。一度。地球へ降下したいので、地球へ降下させる部隊を周りに展開させておきましょう。この後後続でやってくる。ザンジバル部隊ね。ザンジバルの数がやっぱり足りないな。で、宇宙でしか生きられない人たちは、もう、
委任して、行動としては任せちゃいましょう。キシリアが本当危なかったですね。バーミンガム落ちないね。削っても削っても。で次のターンで確実に地球にオデッサに、降下していきます。オデッサ、北京、マドラフ、この辺りは取っちゃいましょう。さあ資源がまた足りないので、特別で資源を買っていきます。で、またルナ2でザンジバル回、いやザンジバル3隻2隻今生産中だったらモビルスーツ優先した方がいいね。今回はモビルスーツにしましょう。といってもゲルググも作るキャラもうあんまりいないか。だったらザンジバルでもよかったかもしれないな。いやそれにしてもさ、すごい量上がってくるよね連邦は。ゲルグ J は、宇宙でしか活動できないので放出。さあ本当にこれでじゃあ降下していっていいかな。確認していきましょう。シリアは回復中でしょう。大丈夫そうだね。これでじゃあ降下をしていきましょう。オデッサ、オデッサ、一時的にねものすごく弱くなるんで、宇宙がね、その宇宙を持たせなきゃいけないんで、そのための戦力がこれで十分かっていうのはちょっと心配な点ではあります。アープラサスは搭載できないよね。できない。うわ、結構死んだね、みんな。結構死んでる。なので、配属していこう。指揮能力が高いのは、シュタイナー。さすがだな、シュタイナー。
あとはロンメル。まあ、ロンメルも本来だったら、そうだよね。あとは配属していきまーす。初期ニュータイプもいないしな、誰かニュータイプいてくれれば、っていうとこなんですが、モビルアーマー適正が S の人間もいないね。いる。ホルバイン。こいつをパーフェクトチオングに乗せよう。あとは、ジョニー・ライデン。いやー、ライデンが、ライデンはないわ。そうなると、シュタイナーかなさあ、これでいいでしょう。地球公共作戦開始です。おいおいおい、ビグロとか完全無視してフルフロンタル撃つね、マップ兵器を。さあ、さらに地球に効果をさせていきましょう。まずその前段階として突入。突入。北京とかどうなってるかわかんないからね。なかなか北京の方に、部隊を降下させようっていう動機にはちょっとならないんですよね。ゆえに生産は今回は艦船でザンジバル海を作っていきます。ザンジバル海がちょっと微妙になってるね。となると、ザンジバルも再び日の目を見ることになりそうなので、開発で兵器改良、ザンジバルを改良しまーす。まあ、やっぱり水力強化は最優先ですね。それに装甲強化、まあ、沈まれたら困るという一点からですね。では、いよいよ、地球の方、見ていきましょう。再び、オデッサに、戻ってきた。発進。っていうか、まあ、そのまま入っちゃえばいいか。入っちゃおう。で、ザクとかには制圧を地道にやらせていけばいいね。しまった。ザク 2Z 型ってこれ宇宙専用機だな。強力なマップ兵器を持ったニュータイプ部隊がいないんで、まあ、ちょっと手こずるかもしれないんですが、ここオデッサは確実に欲しいので、まずはオデッサからです。これで OK かな。よし、じゃあ時間を進める前に
ザンジバルをもう一隻作っておきましょう。ルナ2で。おお、もう作れない。じゃあいいかな。進めまーす。宇宙に精鋭を集めてる分、地球が少し手こずるかもしれないですね。ドレンのファルメル、撃沈されましたね。オデッサだ。ここはちょっと様子を見ましょう。この辺見るとホビートラックとかがほとんどかな。イニシャって十分攻略できそうですね。では全軍移任でオデッサは取っちゃいましょう。ほとんど砲台ばっかりとホバートラックとかが数台いたぐらいなんで、まあ難なく攻略はできるでしょう。数ターンをかければ。味方の損害はほぼない状態でオデッサの攻略が完了しそうですね。報告します。さあ、そしたら資源を買い漁っていこう。で、未だなおルーナ2では生産をしなきゃいけない状態なので、ザンジバル海外一気にモビルアーマーどうする。そろそろ地球降下作戦5を考えた方がいいかな。モビルスーツだな。でもゲルググ作りたいけど、ゲルググもそんなに数が作れるだけ生産上限マックスに達しちゃってるのが大多数だね。そしたら、あともうオデッサの攻略は確定したので、間違いなくね、この後は北京に直接上陸をかけよう。というのも全然ありかなという感じはしますね。さあ、この辺りも乗せていっちゃおう。どんどん第二の精鋭部隊としてパイロットを乗せていきます。ジョニー・ライデンとかもいるしね。これを北京へと出していきます。あとはドズルザビ中将いるけど微妙だな。キシリアも動かして事故死するのは避けたいんで、これでいきましょうか。フロンタルがちょっとさ怪しい動きするんで、それを避けましょう。こんなところでいいでしょう。あと一応ビグザムを使って攻撃範囲を増やしておけばいいかな。じゃあ時間を進めます。
アルビオンを撃沈。誰も乗ってなかったね、アルビオンや。じゃあビグザムじゃないや、ビグロに向けてさ、撃つのやめようよ、フロンタルは。マップ攻撃を。さあ、オデッサですね。オデッサからじゃあ、マドラスを攻略する部隊と北京に直接、降下する部隊で分けましょう。地球降下作戦はここまで順調の極み。続いて北京に降下していきましょう。じゃあ生産で今回は宇宙をちょっと強化しておく必要があるので、無彩を用意しておきますか。よし、宇宙はだいぶ安定したで、オデッサですね。うわ、周りにとんでもない数いるぞ。なんだこの数っていうぐらいいるな。入れないし、中に危険すぎる。離脱だ。中にドカッと入ってきてくれたらね、これドカッとやっちゃうけど。バロム結構食らうな、一体相手でも。敵はガンダムかな。オデッサに敵が侵入してきてるね。まあ、ここは、ビクトレ、ミディア中心だったと思うので、このまま、迎撃していきます。できればね、敵を壊滅させて、包囲を解きたいところなんですが、味方の損害はほぼないな。ゼロと言ってもいいですね。ちょっと初期値見てなかったんですけど、ほぼゼロだと思います。何？なぜ国際評価が悪化しているんだ。ここは国際評価を取り戻すために外交を行おう。あとはお金もあるし、もろもろ揃ってるので、オデッサで生産もしましょう。開始できるよね。もう発進します。パーフェクトジオンク、こいつの恐ろしさを味合わせてやろう。
何、ザンジバルってさ、ちょっともしかして地上では微妙な雰囲気があるぞ。これをこの感じだと。ゲリグの量産型で敵のモビルスーツ部隊を踏み潰すとしてもだ。何？こいつらも、こいつらも邪魔なだけだったか。しまったな。宇宙に帰ってもらおう。で、オデッサの方はほぼ型がつきつつあるね。モビルスーツ部隊を出して、陸戦ガンダムだろう。この陸戦ガンダムを潰しておきます。で、マドラス攻略に向かう。これは元ジオン軍、ジオン軍のズゴックじゃないか。敵に接収されているな。ロンメルにはザンジバルの指揮を取ってもらおう。で、あとは配属していきます。ウラガンは置いといて、他パイロットライデンでしょ。あとまあスレンダーなんかも乗せちゃえばいいよね、まあ、能力は別にして。ダロタ、デニム、デニムは乗せて、あとはマーリーガン、カミンスキーは乗せる。これでいいかな。さて、これで一段落ついたね、宇宙は。完全に。で、ここからはモビルスーツ、ズゴックを中心に作っていきましょうというわけで、戦略メニューに戻って、開発、兵器改良でズゴック系を改良していきます。まずは、ズゴックいい。ズゴックいいのか、強いね。水力強化して、走行を上げる。ズゴック S も同じ強化を入れちゃおう。これから地球ではこのズゴック部隊がね、活躍してくれると思うんで、ここで生産します。そのズゴックを生産。そうか、ドームもありだよね、地球だと。ズゴック、ズゴック、ズゴック。で、北京、マドラスと取って、早々に、地球での拠点を増やしましょう。いやー、あんだけ集中攻撃させても陸戦ガンダム落とせないんだね。
どっちかっていうと北京のが手こずりそうっていうのと、ザクごときではもはやモビルスーツ戦を怠慢で戦うことは不可能だな。それほどに連邦のモビルスーツももう最終形に近づいてますね。さあここはまた特別で資源を買っていきます。でオデッサ、北京を取ってそれぞれで生産を早期に行っていきたい。まあここはねちょっとあまりベルファーストはあんまりいじりたくないんで、部隊としては出撃させるのは高機動型ゲルググを世界に放とう。大した数がいないっていうね。で移民しちゃって彼らは制圧運動に入ってもらう。で残りはマドラスに向けて進撃。で舞台も一度乗せちゃいましょう。みんなまあ間違ってもね奪い返されるという事態は避けたいので、そのためにオデッサにはディグザムを派遣していますんで、そのビグザムの到着を待ちます。コンスコンが地球にやってきている。まあ、ここは本当に正解でしたね。ザンジバルを作っておいて。フィッシュアイはもう適当に活動してもらおう。好きに振る舞えと。で、ゲルググ部隊ですね。あと、ケンプファーも一緒くたにしちゃいましょうか。これをザンジバルに乗せて、マドラスへ向けて出撃させていきましょう。そして主力ゲルググキャノン、アウトレンジ攻撃を決めてもらう。さらにズゴックも3機 S 型ですね。で残りは一旦止め置きましょう。知れてるんでね。で続いてここ北京、敵の部隊数がよくわからないけど突入できるんだら突入したいよね。突入できる、前期突入だ。北京を取る。北京はね正直行ったことないんですけど、中国だと大連と上海は行きますね。仕事だったり遊びだったりで。よし、これで北京が取れれば本土寺
宇宙からの効果も、後続はこのザンジバル、ロンメルのザンジバルが次のターンで、北京に効果可能です。あとムサイを出しておいて、このムサイは補給用で、モビルスーツは生産します。何生産する？やっぱり宇宙で戦えるのはいらないからな。ザンジバルがタイが2隻でしょ。こいつらを乗せて降下させるっていうのを前提に、生産するのは陸上タイプのモビルスーツ。よし、これでいいかな。だいぶ地球での活動も安定してきそうな感じがしますね。フィッシュアイがフィッシュアイ同士で戦ってる。何なんだって感じだね。さあ北京だ。ここはしっかり操作で立ちに行こう。敵のモビルスーツもわからないし、何がいるか。ザンジバル自身はほぼ攻撃力がないと見ていいな。よし、これで一体ターン進めましょう。ちょっと危ない気がするな、この戦力だと。敵をおびき寄せて数を減らしてロンメルの支援を待つというのも手ですね。まずは確実に拠点を確保していこう。部隊を二手に分ける？分けよう。それでもまだモビルスーツの数では勝ってるので、あとは敵の硬い、ここにパッと見見えるのがこれ、ペガサス級ですよね。あとこれビクトレ、この辺りがどんくらい硬いか。そしてここにいるガンダムがサイサリスじゃないかと、稲荷大サイサリスだな、これ。核バズーカーぶっ放してくんだろ、これ。どう見ても。危険だわ。確実に核バズーカーを。打ち放ってくるからな。
どのタイミングで核バズーカ撃ってくるかですよね。だからあとは、とりあえずモビルスーツ部隊を出しましょう。動きが悪いな。ゲルググは山岳地帯向いてないね。ドワッジは逆に動ける。あとは海から入っていくというのも手だな。このターン怖い。このターン本当に怖い。まだ動かない。まだ動きません。と回り道してでも、部隊が固まらないような気遣いはした方が良さそう。モビルスーツ部隊が壊滅する可能性があるんで、下手をすると。さあこれで敵が動くかどうか。ドワッジがやられた。山岳地帯で動けるドワッジがやられたのは痛いけどしょうがない。北京だよね、北京。あれ、ロンメルが次北京に降下できるけど入れないのか、次のターンではまだね。降りてくるだけですね。で、あとは、オデッサの方角にしますか。オデッサには、部隊として、アプラサスもいるし、ビグザムもいるし、大丈夫だね。そしたらズゴック3機4機か。これも出しちゃって、制圧任務に当たらせましょう。で、あとはマドラス。目指せマドラス。北京がちょっと心配だね。モビルスーツの数的には。宇宙は安心。放っておいてももう何も起きないでしょう。生産をちょっとするの忘れちゃいましたが、まあモビルスーツも飽和状態なんで一旦これでいいでしょう。で、宇宙は宇宙に展開している部隊で十分にケアが可能なんで、フィッシュアイ同士の殺し合いだな。問題は北京よ、北京。
ちょっと地上ではガウを作りますか、ガウを。ザンジバルはちょっとね、地上での戦闘には向いていないので、よし、イニシャオもここは。よし、何やってくれ。アトミックバズーカーさえ食らわなければ。ガンダムも味方を巻き込んだ形でのアトミックバズーカーは使えないはずだ。今回はちゃんと生産しましょうね、忘れないように。で、あとは開発で、兵器改良。ここで、ガウ。これの水力強化。装甲強化。で、ガウをちょっと数作ります。あと、新兵器だよね。地上で戦うにあたって、使える機体を用意しておきたい。ギャン量産型とかいらないからな。いやー、どれも微妙だな。レズン計画は入れとく。じゃあこれくらいだよね。でもやれるのって、そしたらまず宇宙からですね。宇宙はルナ2でモビルスーツ作ったので、ズゴックをね、これをザンジバル海に乗せて地球に降下させましょう。で、他、ズゴック、で、部隊には配属します。まあ、ここはマリガン乗せておけばいいかな。で、こっちのザンジバル海にも誰か適当に乗せましょう。どれ、で、委任で、こいつらも、制圧任務に当たらせます。で、残りは、マドラス攻略に向けて進んでいきましょう。こいつ変なとこにいるから攻撃ができないな。微妙に浮いてるな。誰だお前。こういう時にズゴック欲しかったな、今更だけど。さあ、モビルスーツ生産しましょう。ズゴックいい。ベイキンは型がつくね、さっきので。ロンメルも入るし、あとは地球での勢力を拡大して、収入を増やして物量でも、連邦に渡り歩くという狙いです。フィッシュアイ戦争。
まあ、アジア、ヨーロッパの大陸、オデッサ、マドラス、北京を取れば、まあ、だいぶ、安定はするかなと思います。いやー、北京で敵にアトミックバズーカ使わせなかったのは、うまく入り込んだ証かな。もうほぼコンピューター任せにはしましたけど。まだ落とせないの。まだ落とせないの。北京。さあ、今回は特別で資源購入を行います。でだ、こっからなんですよね。北京を速やかに落としたいところなんですが。まずはマドラスを囲みましょう。いや、こんだけのザンジバルからの攻撃を受けるさ、このモビルスーツたまったもんじゃないよな。よし、これでじゃあターンを送ります。次こそ北京取りましょう。うわ、ちょっと待って。マドラス、やばいことになってないか。敵のフィッシュアイ部隊の数。これ、なんか対処法あるの？ちょっと確認しましょう。北京は取ったけど、マドラスがやばいぞ。見よ、このマドラスを。このフィッシュアイの多さ、さ、やばくない？ちょっと。いや、これさ、どうすんのよっていう量だな。ちょっと突破口が見出せない。無意にモビルスーツを失うことになるな。ちょっと考えましょうか。これやられると次のターンで入れないもんね、モビルスーツが。フィッシュアイを相当していくしかないんだな。で、北京の方は肩がつきましたというところですね。はい、ではまた1時間以上時間経っちゃいましたので今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ちょっとこの硬そうなマドラスをどう片付けるかを考えていきたいと思います。まあ、着実に地球での地盤は固めたし、宇宙では、まあ、その勢力を確実なものにしたかなという感じはしますね。でも北京と、オデッサには直接部隊を輸送できるので輸送しちゃいます。
で、次始めた時にね、忘れちゃって生産するの忘れちゃったよってならないように生産の指示だけあらかじめ出しましょう。まずズボックいいでしょう。あとゾック、ちょっと一旦戦略メニューに戻って、開発で兵器改良、ブラウブロ、いやードム、まあまずはゾックかな。お、ゾックの水力を強化しとこう。あとはモビルアーマーだよね。グラブロ、グラブロだな。水中戦で圧倒的な強さを見せてもらいたい。グラブロ、まあモビルアーマー扱いですね、グラブロは。で、これらを生産していきましょう。あとモビルアーマーでグラブロで、北京でも同じく作っていきます。生産です。モビルスーツとしては続で、モビルアーマーとしてグラブロが作れない。グラブロだってマテリアル9000も使うの、むちゃくちゃ使うね。これは量産は無理だわ。はい、ではね、一旦本当にここで終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。